えー、お疲れ様でございます。10月2日水曜日朝6時の相場解説になります。今日はおそらくね、143円前半のレンジが想定されるんじゃないかなと思ってます。もうちょっと具体的に言うと、143円と142円の境目ぐらいですね、143円000前後から143円の高く見積もっても500前後、この間のピップスで推移するんじゃないかなと思ってます。 それでは、時間軸ごとに、まあ、そのね、えー、まあ、理屈、こちらの方、<laughs> 申し上げていこうと思います。まずは、冷やしなんですけども、石場ショックもあったんですけども、下下げ圧力がぐっと強いですね。大きな陰線で、上ヒゲが長い。そして次、反発して上がったんですけども、陽線が半値ぐらいで止まっているところ。そして今、形成中の陰線なんですけども、これ、 上の方にもヒゲを出して移動平均線の青いところをちょっとだけ飛び出してるんですけどもまあ形成中なんでねまだはっきりわかりませんけども、えー、一応迷ってる状態なのかなと思いますと考えていくと上にも下にも行く可能性がある中でまあ上に行く行動範囲っていうのは非常に限定的なんではないかなともちろん下に行く行動範囲も限定的ですけどもねまあそう考えていくと ぐんぐん上に上がるってことはちょっと考えられないのかなと。ぐんぐん下に行くってことも考えられないのかなと。つまり、レンジもしくは横ばいになるというふうに見て取れるわけですよね、はい。こんな感じですね。今日はだから横ばいに近くなると。その横ばいの範囲が143円000から143円500あたりかなというふうに今の時点で考えております。はい。で、4時間なんですが、どうでしょうか。4時間。 線を具体的に引いていくと、ここがトップで、ヒゲ先、ここがあ一番安値ってことになりますので、こういうふうに線を引くことができるんじゃないですか。ざっくりとね。まあ、そうなると、先ほど申し上げたように、143円の000前後から144円の520というところになりますんでえ、大きく上の方はブレることになりますね。えただ、今度は上昇の限度が こここの包み足のところまでっていうふうにも見えるわけですよ。というのが次がね、上ヒげを出して止まってるわけなんですよね。で、どんどん陰線が伸びてきてますんで、そうなると、144円のこちらの方はあんまり考えなくていいんじゃないかなというふうに思います。で、この時点でも143円の500あたりというふうに、まだ限定はできないんですけどもね、このぐらい広くなっちゃうんですけども、まあ、 言ってみれば143円から144円の1円のレンジが4時間軸では見えてくるかなっていうところですいずれにしてもレンジ横ばいに抑えられるまではないかなと思いますね石場ショックから始まった高根県それから反発する安根県っていうのは非常に範囲が広いですけどもとりあえずこの1円の範囲には幅を縮めることができたのがこの4時間軸かなと思います で、最後に1時間で微調整をしていくわけですけども、1時間はわかりやすいですね。このあたり、144円の550が天井で、で、下が1 4 0円の920ですね。であとは、この移動平均線の下に寄ってきたなっていうところを見てるわけなんですよ。まあ、そうなると、143円の今ね、516つけてますけども、今の時点ではこれがね、 上に膨らむことともあり得ると思います今の時点で、えー、まとまってきてると思いませんけども徐々に徐々に、えー、とボラティティが収まっていってこの辺りに来るのかなと思いますね時間とともにだん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 上の動きが限定的でどっちかというと下によっていってこの範囲でレンジが作られるんではないかなっていうふうに見立てておりますねあとは下の動きもねかなり抑えられてきてるんで これもぐーっと上がっていくんじゃないかなと思います、うん。だからちょっと見えにくいんですけども、トライアングルとかになってきて、今日一日の中で時間が経てば経つほど上下のボラティリティはね、抑えられていくんじゃないかなと思いますね。まあそうなるとトレードのチャンスがどん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 なくなっていくわけなんですけども、上下のピップスがなければ利益を取るチャンスもなくなりますからね。その代わり、ブレイクのきっかけが近づいてくるとも言えると思います。 じゃあ今日はね、その両面で行きましょう。えー、レンジで取るなら、なるべく早めに、えー、ポジション取らなくてはいけないと。それが出遅れたら、おそらくこれトライアングルになっていくので、トライアングルができた後のブレイクを狙って利益を取っていきましょう。ブレイクに関しましては、もしかしたらね、これ明日になるかもしれません。やっぱり収束してブレイクには時間がかかりますんで、明日になるかもしれないので、今日はあ早めに上下の ボラティリティで取っていくと。で、それが遅れたら、もうウェイとして待って、明日のブレイクに、えー、望みをかけるっていう、この両面ですね、作戦としては。この2つのシナリオぐらいしか思い浮かびません。はい。それでは、FX オリガルヒの皆様は、また、後でね、追加放送しますので、お待ちください。